はい、皆さん、こんばんは。石岡良春の最強伝説のですね、あの、毎シーズン恒例のアニメの定点観測の時間がやってまいりました。どうもどうも、パチ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 。えっ、ー、とですね、批評座段階なんかで、まあ、割と頻繁に出ていますので、あの、その辺の話とかも省略させていただきたいと思います。でですね、ちょっと私ね、あの、なんていうかな、中年初老の問題として、 あのおじさん、話が長いよ、容量を得ないよっていうね、あの問題に直面した結果、なるだけサクサク進めることを転がてたいと思っているのでですね、あの、前振りトークを、えっ、ー、と、今月の一冊に絡めながら喋ることにして、割とサクサクやりたいなと思っています。で、ちょっと待ってね。えっ、ー、と、そしてですね、 はい。新コーナー、今月の一冊から入ります。あ、で、ちょっと待って、タイトルが言うね。タイトルが行きます。すいません。ちょっと、私が今やってるので、敵悪かった、悪かったです。はいはいはい。で、今回のテーマは、アニメ激増。あの、秋アニメって、アニメが異常に増えてると思いませんかね。で、これが、私はメディアの転換期を示していて、ついでに渋谷の変貌も絡んでると思うんですね。 えっと、この放送自体は10月25日なので、まだ2023年のハロウィン、ハロウィンがどうなってるのかを私は見ることができないんですが、正直今年の渋谷ハロウィンどうなのかも興味津々だと思います。あ、ってことはあのアニメの問題も語るってことですね。そういう感じで、割とね、渋谷ってものとメディアの転換っていうのを軸に、この秋は語れる、夏から秋について語れるっていうのが、 現在の、あの、このシーズンの展望です。ではですね、今月の一冊新コーナー、もうずっと新コーナーです。あの、これ私はボブネミミンミにね、のあのー、AC 部に捧げていますコーナーですけれども、今回はですね、ダニエル・ハーバート・ビデオランド、レンタルビデオともう一つのアメリカ映画史というですね、非常に興味深い本を紹介したいと思います。これ、原調が2014年のものを、 日本語では2021年に出たんですよね。で、これは、アメリカというのは、まあ、2010年代には、もうレンタルビデオって終わってしまっているわけですね。あのー、例えばネットフリックスって最初はなんかレンタルビデオだったとかありますよね。そういう話ね。あのー、で、で、この本は、あのー、ぜひね、興味深いんで読んでほしい。それはね、ビデオテープというメディアの持っていた、 メディア論的可能性ですよね。それがレンタルショップというものに、あの、集約されていたのだっていうね、話なんですよ。で、それをまとめた本なんです。で、これは何を意味するか、次お願いしますね。で、概要と紹介記事として、えっ、ー、と、インターネットに、幸い、このなんか、生井栄子さんと竹内さんの、による、ビデオランドとレンタルビデオをめぐるトークランドっていう記事がありますので、 前編後編って感じこちらでね、日本の話なんかもしてるので、ぜひ見ていただければと思います。で、これに絡めて、私はですね、実は今月10月はですね、結構追悼気分だったんですよ。何かっていうと、渋谷ツタヤレンタル合唱ってやつです。CD、VHS、DVD、ブルーレイのレンタルが全て終了しちゃったんですね。これ実を言うと、 あの、東,東,東京と、または近郊に住んでない人に簡単に説明しますと、ステアのフラッグシップショップっていうのは、実は渋谷ではなく新宿だったんですよ。新宿にビデオテープがめっちゃあって、で、キニョクニアがあるんですけどね、その向かい側にあって、すごい超でかいレンタリ屋があったんですね。で、そこと、まあ渋谷のセンター街の入り口にもビルがあったと。で、そういう一等地に、 あのー、大体いろんなレンタルショップを伝え合って併合してでっかくなって、超巨大な、まあ、繁栄を誇っていたのが、まあ、あのー、ちょっと今、急速に衰退中であって、渋谷がとうとう10月16日にレンタルが終了してしまいました。で、私はですね、この間際にいろいろ借りたんですよ。ちなみにね虚、虚無の映画をいっぱい借りてましたね。例えばですね、ま、ツイッターまたは X でも語ったんですけども、例えばですよ、 あの、森田義満監督のね、トンネルズ二人プラス山田邦子主演、ソロバンズクっていうね、超虚無映画。これね、例えばアマゾンで買うと1万円とかね、2万円とかするね。ですが、はっきりそんなお金出して見る価値はゼロです。で、それを私は、あの、110円で借りて見た。なんでそんなソロバンズクなんていうどうでもいい映画見たかっていうと、私は、リアル中学生の時に、 友達と見に行っちゃったんですよ。なんと見てんですよ、その、どうでもいい笑顔だからそれをちょっともう一回見直すとかね。で、そうしながらちょっとレンタルの時代を合唱って感じでね。あのー、見てったんですね。ちなみに、あの、ABEX も、ABEX ってちなみに全身がレンタルレコードや埼玉県に支店が多かった U&I っていうね。とも &I っていうね。 わかりますあの、なんか、昭和の喫茶店みたいなタイトルのレ、レ、ンタルレコード屋が、ABEX の前身だったんですよね。あの、私、埼玉県住みだったんで、あの、U&I とかよく行ってましたよ。だから、そういうレンタルカルチャーが、とうとう終わってしまった。でね、このビデオランドが、実は発売された2021年時点では、日本のレンタルは、まだまだ持つんじゃないかなと、正直私も思っていたんですよね。それは、こんなにもあっさり終わってしまった。 まだ皆さんの近所に、ジオやツタヤなどが残ってるところあると思うんですよ。実はね、郊外の方はまだまだ、あの、紙のコミックレンタルが機能している限り、そのショップにはニーズがあり、まだあるんですよね。でもね、言っちゃうとね、これあれですよ、あの、本体が死に伏せた末端の細胞みたいなものだと思うんですよね。今のツタヤやジオってね。だからゆっくりね、 あっという間にこうなんか店舗消えてっちゃうと思うので、今のうちですよ、皆さん。レンタルショップを見るのは。で、するとどうなのか。配信中心に切り替わっていきますね。あのー、日本でもね。あ、ちなみにゲオは今では、あのー、iPhone とかね、タブレットの中古屋としてね、蘇ってますよね。で、 えっと、つたやブックオフは古着雑貨屋として生き残ってるんですよね。あ、ごめんなさい。で、つたやは文具屋として生き残ってるの。書店が文具屋に、ブックオフが古着屋に、そしてゲオが、あのー、携帯ショップに変わってるんですよね。そうやって生き延びてることに気づくと思います。まあ、全部近所にあるんでね。も <laughs> うなんか、あーって思って見てますけれども。ところが、 アメリカはね、実はね、配信の切り替わりはかなりスムーズにいきました。えっ、ー、と、私のように、まあ、大学に関わっているとわかるんですが、あのー、でね、あの、アメリカって実はね、知ってます学術系サブスクってあるんですよ、なんと。あのー、アート系映像とか、シェイクスピアの演劇とかのサブスクを大学が契約してるんですよ、わかりますかだから、大学生はそこにアクセスして、 だ来週ちょっとシェイクスペアの授業をやるから、お前マクベス見てね、みたいな感じで。で、先生が課題出すっていうことが可能なんですが、日本は残念ながらサブスクそこまで充実してないんですよね。つまり日本ってね、民間部門にそういうのを油断してたんですよ。だからだ、たぶ大学の先生もちょっと伝えて借りてください、みたいなことをね。言えてたのが、ダメになったので、今後大幅劣化しますよ。あの、サブスクアーカイブ機能が。 あとね、私は幸い、レンタル屋の身長、伸びとともに映像文化に接したので、もう乗ってからはすみしでいくこと言い過ぎますけども、私の大学院の超なんか偉い人ですけどね。あの人は年間300本映画館で見ない奴は映画の研究なんかするなと言って、金持ちしか映画研究しちゃいけないのかなとひるませたことで有名なんですが、私はそんなの構わず、いや、レンタルで見ればいいんじゃないかなって感じでね。 どうせ1本100円とか数百円で見れるんじゃんみたいな感じでね。そうだったら1日100円だったらまあなんとかなるじゃんみたいなね。そういう感じで見れたんですが、今配信でね、数は見れるでしょところがね、配信ってね、個典は弱いんですよ。例えばディズニープラスに、ディズニーの昔のミッキーとかね、昔のドナルド・ザックとかね、昔のシリー・シンフォニーのアーカイブは大したことないんですよ。だからこれからアーカイブ機能は弱っていきますね。 で、こういう問題について、ビデオランドという本と共に、皆さんも考えていってほしいなと思うんですよね。ぜひね、日本版ビデオランドって書かれるべきだと私は思っている。例えばね、あのね、えっ、ー、とね、渋谷のツタヤのそばに、実は昔、ツタヤ以前にですね、ライオンちゃんのね、ロゴのね、ゲームセンターがメインだったね、ミトヤっていうね、レンタルショップがあったんですよ、実は渋谷の入り口にね。 私はそこであなんかレンタルで、あの、近所のレンタルと違うなんか意識高いレンタリアがさすが渋谷にはあるなぁとかね、思ったものでした。だからそういうカルチャーを、あの、誰かがもっと網羅的に記述した本が望まれると思います。ということで皆さんも、あの、日本のビデオランドに期待しつつ見てほしい。あと、ついでにね、あの、ビデオランド的環境から、 登場した映画監督って、クエンティン・タランティーノだと思うんですけども、あの、タランティーノ的作家も、今後、いなくなるだろうと思うんですよね。あ、だからあの、A24 ね、A24 ね、の、現在の、ちょっとあの、アート系の雰囲気を漂わせた、あの、映画レーベル、A24 ね、A24 は、 多分、このビデオランドカルチャーとの、とはちょっと違う形でカルチャーが展開していくと思います。まあ形を変えてね、どっちみち文化系のやつとか、意識高い系とか、あとはあのなんか、そういうとこから切り離されて、トラッシュのような、ゴミムービーを見まくった人、みたいな感じのね、いろんな人が出ると思うんですよ。だから私だったらそのソロバンズクみたいなものばっかり見た人とかね、そういう文化の状況が、 これから一変するまさにその天気にいると思います。さて、その上で、秋アニメの展望等に、ここもは繋げたいんですけれども、あからさまに本数が戻ってきましたよね。量的充実のシーズンです。質的と言ってないことに注意ね。<laughs> <laughs> オッケーですね。いやー、秋アニメは量的にめっちゃ充実してるなね。 質はどうかなっていう感じですね。これをちょっと、あの皆さんと一緒に秋のあのアニメを見ていきたいと思いますが、興味深い話題としてですね、あのキラー原作星屑テレパス。えっ、ー、と、実際には、あの星屑テレパスは中堅アニメだと思うんですけれども、正直言うとね。あのー、あ、で、あの、そうですね、えっ、ー、と、有料会員でない人は、あの、無料の人も多いと思うんですけれども、 いや、星屑テレパスは、アニメそのものは話題になってないんですよ。あの、放映前に、FOD 独占だって言って、なぜか、星屑テレパスファンがしょんぼりしてたっていう話題なんです。わかりますあのね、ディズニープラス独占とか、あのー、FOD 独占とかだと、なぜか、 仮に東京 MX のような首都圏のメジャーなテレビ、テレビ局で見られたとしても、なぜか話題性が減るっていう状況がある。これわかります現在、我々がアニメを見るときって、テレビ放送局よりは、配信のリアルタイム性で見てんのね。これどういうことがわかりますか配信の事情によって、 危機っていうのが生まれるのね。でね、これ、これはね、変っちゃ変なんですよ。あの、わかります今起こってる状況わかりますかねあの、先ほど言ったように、円盤メディアの時代が終焉したでしょそしてね、今、ほとんどのアニメが配信中心になることで、地方格差は相当減りました。すごくいいとことずくめに見えますよね。しかもね、 あのー、リアルタイムの放送、または、録画に間に合わなくたってアニメは割と見れる配信で。すげえじゃん、理想的じゃん、サブスク最高。となってないんだと思うんですよね。この状況は、果たして過渡期のものなのかそれとも、この状況が、やはり、まだまだ続くのだろうかっていう問題が、この夏秋ぐらいで、紛失してきたと思うんですよ。 あの、コロナ禍での、あのなんかあの、なんとなく、世界中、グローバルに、ちょっとプチ戒厳令状態があったと思うんですね。プチ戒厳令状態ね。で、そこから戻ってきたわけですよ。でね、そのプチ戒厳令状態で、実はアニメ、日本のアニメっていうエンタメメディアはめっちゃ得した。世界中の人が、鬼滅の刃を見て、 そしてスパイ派ファミリーを見て、そしてコミックスを電子や紙で買いまくるようになった。フランスとかアメリカのようなバンドデシネやコミックス、グラフィックノベルといったメディア中心のところで日本の漫画のマーケットが本当に広がったの20年代だっていうのが常識ですよね。それコロナのタイミングでこう大量に みんな見れたってのがあると思います。さて、ところでね、実はね、メディアの可能性としては、視聴時期をオンタイムからずらせるはずでしょところが、独占配信になっちゃうことでね、短期的話題性を逃すんですよ。そう。えっ、ー、と、コメントであげてる方が、54のコメントの方が上げてますが、サマータイム連打とかね、あとはさ、 ジョジョのスターオーシャンもそうですよ。非常にクオリティの高い良いアニメが、しかもいつでも見れるはずなのに、通り部の根気もそうだよね。あとニコニコで見てる人は、あの、プレミアム限定ならまだしも、あ、レンタルだ、あ、ってなると思います今見ると通り部とか、あの、星屑テレパスとか、 が、レンタルっていう記号がつくんですよね。そう、タイガーバニー2期もそうでした。クオリティちゃんと高いんですよ。天国大抹茶もそうだよね。ディズニープラスですよね。あれ、独占配信ってなんか夢の何かだったんじゃないのってありませんかこれ実はね、あのー、あれですよ。あのー、マーベルシネマティックユニバースの、 4期以降がなぜか停滞しちゃった問題と似てるんですよ。ね。あれなんかディズニープラスでめっちゃドラマでも、あらゆるメディアをマーベルが独占だと思ったら、おやってなってませんアニメね、調子いいようでいて、わからないんですよ。あと配信もね、採算性が言うほど良くないかもしれないんですね。だここで配信が、 ガクッと減ったら、めちゃくちゃメディア貧しくなりますよ。危ないんですよ。というわけで、現状、しかもね、あの、この短期的話題性問題って何かっていうと、実は言うほどテレビ局の影響力は、言うほど衰えていないのではないかって話もあるんですね。もうテレビ見てないっていうね、 人いると思うんですよ。テレビ、テレビチューナー持ってない人とかね。あ、ちなみに私はあの大学の先生やってるので、まあ、W 大学の先生やってるので、ちょっとこっそりアンケートを取ったんですが、いろんなことが分かってきました。円盤に関してなんですけれども、あの皆さんもそうかもしれないんです。私はそんなことないんですけども、現在は、ブルーレイや DVD の視聴するマシンありますよね。マシン壊れたら、買い替えないっていう形で、 ゆ、ゆるやかに円盤から遠ざかっていく最中らしいですね。これゲームマシンだとね、プレイステーション4が、なんかニンテンドの Wii U とかさ、Xbox One を駆逐してさ、なんかプレイステーション4って知ってますよ。2010年代後半にはすごい圧勝してたんですよ。なのに、プレイステーション5になってなんかいきなり風前の灯火になってません。このね、恐ろしい事情も、 そこにかかってます。北極百貨店の感想は有料タイムであります。おっと。さて。で、これが、秋アニメの話期待作、話題作の状況と絡んでると思うんですね。つまりですよ。テレビ局の役割は実は終わっていないという問題です。あの、批評座段階で語った早々のフリーズンと薬屋の独り言ってありますよね。 これ、日テレが一挙放送をそれぞれ4話、3話とやることによって、今季の話題アニメってこの、なんていうかな、まあ、男性中心で、まあ、フリーラン。で、女性中心で薬屋の一人こと。で、ファミリーを中心にスパイファミリーですよね。この3つしか見てない人いるんじゃないですか <laughs>。割といると思うんだよな。<laughs> で、これ、日テレなんですよね。日テレは、ジブリも買ったし、行くぜでしょところが、正直皆さんね、この両方を見てね、なんか、推しの子に比べたら微妙じゃねえと思いませんかね。推しの子はしっかり、推しの子の1話ってちゃんとなんかやったと思うんですよ。ちゃんとしっかりだと思うんだけど、いや、どうかでもフリーレンと薬やさ、いい感じの区切り 一話切りされないように、まあ4話、4話と3話ちょうどいい区切りだからな。まあ、まあ継続視聴はしてもらえるよねっていうね。そういう感じなんですよ。ところが私はこの方式は今後も増えると思います。なぜなら日テレは今までの実写ドラマこそが日本の芸能界のセンターであるっていう感覚をもう捨てたから。これは J-POP、J-ROCK のメジャーアーティストがアニソンタイアップこそが メジャーバンドの証拠であるっていう,うにもうなったのと一緒。もうアニメと実写ドラマの位置は割と逆転しつつあると思いますよ。なんでアンダー忍者なんという今まで言ったら絶対アニメにしなかったコンテンツがアニメなのかっていうのはここに秘密があります。さてその上で。ところがね、日語がダメなんですよね。日語。 あの、ゾンギクシャンフロってさ、水星の魔女の続きなんですけど、どっちもんって感じじゃないでしょうか。ここはね、何なんでしょうね。高級感だけあるんだよね。ゾンギクもシャンフロもね。広告に金かけてるの分かりますよ。しかしって感じ。これね、結構ね、アニメのね、っていうメディアのね、踏ん張りどころだと思います。さあ、そんな中。 今季のアニメで、一つだけ私が絶対に語っておきたい日記物がありました。日記物ってみんな見ないと思うんですけれども、ぜひ、ヒップマイを見てください。特にヒップマイの2話を見てください。2話は必見。なんと、あのダイナミックコードに露骨に寄せてますよ。あの、ダイナミックバードが出てきました。大興奮です。ヒップマイ面白いですよね。しかもヒップマイって総業アニメの知ってました名古屋の。 名古屋の劇リ団リは僧侶ですよ。節操ですよ。あの、一人称節操ですからね。なんと僧侶枠がここにあったんですよ。ダイナミックコード絶対見てください。私ダイナミックコードを常々もう秋には、秋ってね、女性向け音楽ものが熱いんですよ。これ見ましょう。あとね、リリックビデオは、ダサいんですよね。人前のリリックビデオ演出ね、ダサいんだけど、 丁寧でいいと思うんですよね。もうね、これ様式日ですね。かつね、あの、ブンストもさ、あの、原稿様式演出ダサくないですかダサイくん、わざわざさ、なんとかかんとかで、出た,たーって感じですよね。これね、女性をメイン視聴者にするアニメって、多分ね、リリックビデオでね、ボイスドラマとアニメをね、あのー、文字画面で、そう、クソデカ字幕でね、 つなぐっていう演出はね、これで定番になったと思います。あと私が思ったのは、世界中のアニメで日本語を学ぶ人に優しいですよね。ね。わかりますひくまえで日本語を学ぶ人いると思うんだよね。もう全部が言葉になるから。ね。いいじゃないですか。ひくまえで学んだせいで、やたらと治安の悪い日本語が学ばれていくのね。あと、ブンストのせいでね。 よくわからない文芸なんとかがね、出てくると思いますよ。さて、その上で、ちょっとおっさんおばさん向けのいくつかのアニメを、本気見たいと思います。なぜかレースものが2つあって、ゲームものも2つありますね。正直ノスタルジーコンテンツだらけなんですけども、私ね、MF ゴーストってね、割とゴミだと思ってたんですけども、はっきり言いますよ。ところがさ、ちょっと安い CG でさ、車がさ、 エ b ベックスのさ、ユーロトランスとともに車が走るだけで上がるんですよね。わかりますか私の中のヤンキーマインドが、あの、イニシャル D のあれを、あれの興奮が現れるってやつね。これはずるいですね。あのー、16ビットセンセーションは、なんかリアルタイム税がネットの人でネットがみんなで文句言ってるんですよね。実際のエロ d a はこんなんじゃないとかね。ね。 私はね、あま、アメイロプロトコル割と好きですね。この4つの中ではね。うん。っていう感じでしょうか。あ、ちなみに大人プリューキュアなんですけども、正直、エイジズムが全然克服されてないで笑うんですけど、ひどいんですけども、うん、あの、いきなりキュアドリームさんがさ、目がさ、あの、黒く光ってさ、いきなり二話でさ、ダークヒーローでかっこよくバトルしちゃってんでしょあの目なんなの この人何ナイト、キワナイトベアなんですかっていうね。こっち期待ですね。お前いきなりダークヒーローになってんじゃんっていうね。あの、要するに、いきなり中学生になと戦ってんでしょあれ許せないと言ってもいいだけど、要するにね、なんで中学生にならなきゃいけないんだよっていうね。あの、怒りの気持ちのパワーで戦ってんじゃないかと思って、私は個人的にはね、大人プリキュアは楽しみに見てますね。ちょっと3話が普通だったんだけどね。あのー、そうなんですよね。 でもね、プリキュアってね、言っちゃうのだけどね、保守本流なんですよ。あのー、はっきり言ってね。で、もうちょっとだけ言うとね、あのー、えっと、あれですよね、こう、あのー、えっと、なんだろうな、あの、アイドルマスターのミリオンライブが、突然、アイカツ2期かなみたいな始まり方になっていて、しれっ、 ちょっと、チレッと女子向けアニメっぽくなってるのが笑いますよね。アイドルマスターって相方だったな、みたいな。わ <laughs> かりますかそこはちょっとね、びっくりしました。はい。で、あとを言いげると、私的には、もう今季の出落ちアニメは、ラグナ・クリムゾン1話。1話だけ面白い。と思ってみたら、やっぱり1話だけアニメかもしれない。シルバーリンクに向いてますね。 ラグナ・クリムゾンってあんま見てないと思うんだよね。あの、原作は簡単に言うと、ハンター・ハンター・キメラ・アント編が延々続く漫画ですね。<laughs> そういうの多いんだけどさ。あとね、今私は、予約されたワースト枠として破滅の王国にちょっと期待してます、ね。あんま良くない見方だけど。ね。と思います。 あとはね、ちょっとだけ上げるとね、ヒロアカのデチューンだと思われたチャンピオン原作のシャイね。シャイ、私ね、1話はね、あ、いつものインキャ、あの、いなんかね、陰キャの説明ってあるけどね、が、おどおどしながら頑張ると思ったら2話良かったんですよ、2話。2話良かった。大人プリキュアはさ、シャイの2話みたいになってほしいね。あの、友達がいきなり闇落ちした後に、 闇のちからいきなり救い出して濃厚なユリが展開するっていうね、熱いですね。あの、私今あれですからね。あの、ユリ、ユリ大好き人間なんで、シャイの2話はめっちゃすごいと思います。そして、はい、劣化五条悟っぽいスターダストっていうね、スーパーヒーローがいて、こいつにね、一撃入れるっていうね、展開があってね、これもナイス。と思います。で、このキャリメについての詳しくは交換にしたいと思います。さあ、その上で。 ベストワーストなんですけれども、今回は無料枠を、この表を、一覧を出し、軽く語ることで、もうチラチラ出て,て何言ってんのこう言って感じですよね。<laughs> あの、わかりますか <laughs> もうすでにわ、ちょっと私が、あの、物理をかもすことを言っていますけれども、このテーマについて皆さんいかがでしょうか夏のベストワースト皆さんはいかがだったかっていうのをコメントでいただきたいと思うんですよね。で、これを、概略で見た後に、 お便りを語り、そしてちょっとあの、今回はからね、ちょっとね、無料枠を短く引き締めていきたいと思ってるところもありますので、あの、ちょっと面白いと思った方、有料ですと、あの、アーカイブも全部見れますんでね、ぜひ入ってほしいと思うんですよ。で、私はね、この二つは正直、特に好きじゃないんですけど、むしろ嫌いなんですけど、あの、いや、でもまあ、まあ、なんか、あれですね。 あのー、えっ、ー、とね、現在の日本アニメってこういうものだっていうのが、呪術と無色点数だと思うんですね。わかりますあ、日本のアニメってもののグローバルな何かはここにかかってる。そうね、一気のは良かったね。うん。さあ、で、ベストはこの4つです。これ評価順です。 意外なのが2位かな。普通は、多分、アンデッドガール、マーダーファルス、幸せな結婚、ダークジャザリングの順番だろうと思うんですけど、この順番が私なりの何かですかね。で、今回これを、すいません、一回表を見せた後に、簡単に遡って、そして、有料タイムさせていただきたいんですね。だから、から詳しく方の後にします。で、ワースト3つです。 ワーストこの三つなんですが、境界戦期と増逆って、どっちも終わってないんですよね。私ね、現実のヨガネね、期待してたんですけど、何なんですか、あのライラプスさん。許せないですよ。<laughs> わかりますか私は動物に、キャラの扱いによってね、いやあ、境界はね、ちまちまやってんですよ。 ということで、ライラアップスさん何なんですかあの、ちゃん、よし、簡単ましょうかあの、ワンっていう声のね、ヒカサさんの声とワンっていう声の調整が雑いんですよね。私これ、現実のようかね、実はね、前期では期待アニメだったんですよ。期待とも楽さで超がっかりですよね。あの、ラブライブサンシャインって正直、 ラブライブシリーズでは私は一番ピンと来てなかったんですが、そのイメージを覆してくれるかと思ったがこれだよですね。さあ、で、えっ、ー、と、バンドに迷子なんですけれども、あの、今再放送もやってるんで、見てない人はぜひ見てください。で、無料タイムで、迷子については有料でいっぱいつく方いますが、簡単に言いますと、 ちょっと残念かもしれない構成があって、最終話でね、あの、アベムジカってもう一つのバンドの、プロローグをやっちゃったことで、構成のバランスがやや悪いんですね。迷子はね。だが、バンドリってさ、簡単に言うとね、一気で、キラキラ光るね。ちょっと失笑しちゃうわかります 要するに、童謡をバンドなのに歌うっていうさ、バンドの文脈よくわかってないですから、簡単にしょう。一気でね、キラキラ星を歌う、歌うっていうやつを、痛々しいけど頑張るって演出を、単なる痛々しいものとして、あの、嘲笑されちゃったところがあったんですよ。ところが、スタッフたちはね、特にあの、シリーズコースの綾菜美子さん、絶対このキラキラ星リベンジ図ると思って、試してたんですよ。迷子の、 迷子ってあの、ポエトリーリーディングなんですよね。で、トモリって子は簡単に言うと、小学生みたいなノートに、ポエムを書っつられてる人なんですよ。で、ポエトリーリーディングなんですよ。で、当然あの、いわゆるぼっち系だったりするんですよね。で、あの、石を集めたり、ダンゴムシ集めるとかそういう子なんですよね。女の子ね。で、高校生ですよ。で、そういう子が、ポエトリーリーディングで攻めるんですけども、しっかりね、それっぽくなってるんですよね。あと、ヨーミアヒナの、 ボーカルロールとしての才能みたいなものとかね、いろんなものをね、全部噛み合わせていた。あとは3次元が CG で割とね、あの、表現をなんかこう貯めてたんですよね。表現を蓄積したものがようやく爆発したって感じします。これはね、私の印象ではですよ。あのー、正直ね、 なんだろうなあのー、えっと、ポリゴンピクチャーズがね、長い間、日本の 3DCG アニメのベンチマーク、リード、リードする存在と言われてたでしょポリゴンピクチャーズってね、今だいぶね、微妙ですよ。3次元って言っちゃうなきゃバンドリーと D4DJ 中心になることで、撤退したと思われてたところ、 で、私、yeah.、あのー、今、結構ね、あの、ある意味ね、逆転してるとすら思います。でね、あのね、えー、とポリゴンピクチャーズのエースの監督だった、あのー、瀬下さん。瀬下博之さんが独立して、アンエンドって作って、今期だったの、神選びっていうね、あの、大久保志キャラーズ・ザ・ジンシリーズ構成ってやってますよね。神選びは、 頑張ってるんだけど、あのー、ちょっと CG が、だからいつの間にかね、3次元で遅れとってるんですよ。日常ギャグ芝居とかで。だから 3DCG のなんか下克上っぽさすらあるんですよね。迷子はね。そういう意味でいろんな意味で期待してください。あとね、ダークギャザリングなんですが、これね、絵柄が、平面的なんですよ。主人公くんも、正直ね、あのー、 なんだろうなあのー、えっ、ー、と、最終回に、殺されちゃいそうなキャラなんですよね。わかりますあの、昔のハーレムものの、なんか、ハーレムエロゲの主人公みたいな顔してるんですけども、ダークャザリング。あの、ガチで怖いです。私ね、あの、簡単に言うと階段物ってそんな好きじゃないんだけど、正直ね。なんでかって言うとあんまり怖くないから。お分かりいただけただろうかとかってやつ。ダークギャザリングはね、ガチで怖いのでね。 おすすめです。あとの二つは有料で語ります。さて、その上で、えっ、ー、と、有料タイムをちょっと、えっ、ー、と、この中の呪術の話をして、かつお便りを読む、読んで閉じさす。こ今回はそれにて、あとは有料とさせていただきたいんですけれども、呪術なんですけれども、私ね、呪術改善ってね、あの、五条悟、五条がさ、収束させる。 発散させるとか言うたびにさ、いや、さすがにこれ高校生が突っ込み出るんじゃないのっていう、わかりますか行列が収束するとかさ、発散するとかさ。あの、これだったら私はね、とあるの、アクセラレーターさんとかの方が頭いいと思うんですよ。粉塵爆発って知ってるかと、俺のは、俺に近づくものは収束するぜ、発散するぜってさ、五条の方がさ、 だからと思うんだよね。これ、五条悟がやっとよりも、原作者さんのちょっと、頭脳バトルやってるのがやばいと思うんですよね。あとさ、高級感あるじゃん、高級感。そしてさ、呪術会社でさ、グローバルに勝ってるじゃないですか。皆さんファン多いと思うんですよ。あの、ジャンプというね、恵まれた媒体によってね、あの、ちょっとチヤゴヤされすぎてる気がするんだよね。<laughs> ジュースってね。で、私は、 あの、解読玉折編がすごい嫌いでね、わかりますよでも渋谷次元編はちょっといいですね。渋谷次元編は皆さんね、渋谷駅を歩いてください。渋谷駅ってさ、めっちゃ頭くんですよ、歩いてると。なんだよ、ここってね。あとね、その、伝えが終わっちゃった渋谷の街を歩きます。ちなみに私は、さっきはすみしでっこディスってましたが、 どうやら初虫でっこは、今の渋谷は、醜いって言ってめっちゃ罵ってんですよ。あの、大日本帝国ノスタルジーおじさんがね、今の渋谷は醜いって言って罵ってんですけど私ね、今の渋谷いいと思います。渋谷とか、秋葉原とか、新宿とか行ってくださいよ。コロナ後の日本の主要の街っていうのが、今や、リアルサイバーパンクワールドですよ。あとね、 もはやね、あのー、メタバースとか行かなくてもいいの。もう、わかるなんでかあります渋谷とか行くとみんなね、交差点でね、動画撮ってんですよ。外国人旅行客とかか、カップルでイエーイっつって。わかります渋谷にいながら、動画の場、画面を見たり、または、あのー、通話しながら見てんですよ。友達と。ほらーとか言って。わかります わかりますつまり、リアルの、あと秋葉原もそうですよ。リアル渋谷、リアル秋葉、リアル新宿、メタバース化なんですよ。そんな中、渋谷事変見るとね、なるほど、これが今の渋谷かってなりますね。了解でしょうか。<laughs> そういう点でね、いいなと思います。ほんと。例えばね、ライブカメラでね、 あのほら、飛び出す猫ちゃんみたいな広告あるでしょああいうのがで言うとみんな一斉に動画ね、スマホをパッと向けるんですよ。これですよ。でね、これはね、ブレードランナーでも、アキラでも、なし得なかった、リアル東京が、ネオ、今ネオ東京ですよ。ケ、OK、ー。サイバーパンクジャパンは今、今年の渋谷、秋葉原、新宿、すべてが、 サイバーパンクシティとして実現しました。私はね、あのー、だからね、えっ、ー、と、なんて言うのかな。街の日本人比率が目に見えて下がってんですよ。いやー、なんかワクワクしてますね。あの、という感じです。さあ、というわけでね、えっ、ー、と、お便りを読む形で、あの、池袋はね、まだ持ちこたえてるんですね、それがね。 オタクタウンとしてもね、引く前をあげたのもそれなんですよ。つまりね、男性オタクの街、秋葉原はもう死んだ。16ビットってのは、それのレクイエムですね。わかりますところが池袋はまだショップも健在。っていう感じですかね。これも有料タイムでさらに語ってきます。さあ、その上でね、お便りを読ま,せて,読ませていただきます。 えっと、まずね、コリとエルゴ、スム。スムは、住業のスムさんですね。はい、石岡さんこんばんは、どうもです。えっ、ー、と、ぜひ、アフタヌーンをショー特注してほしいです。なるほど。アクタミ先生、藤本佑先生の関わり、インディ、黒田伊代、遠藤博樹、なるほどなるほど。などなどのアフタヌーンについて。アフタヌーンいいっすね、確かにね。うん。考えますね。宝石の国がまた長期救済してますよね。 これはちょっと考えたいと思います。なるほど。いいと思います。あとは、友蔵さん。はい。ニッツありがとうございます。はい。プリキュアが、ここ数年、ちょっと緊張感が減ってるような気がします。保守本流と言いましたが、えぐい展開に挑戦。そうですね。大人プリキュアでさっき語った話です。で、もう一つ。ガルパンおよび水島つと監督特集どうでしょうかなるほど。これも考えますね。水島さんですね。ガルパンが終わったタイミングもいいかなと思ってるんですけども、それを待つと終わんないかもしれない。 っていう問題ね。考えます。はい。次はね。バヤシさん。えっ、ー、と、マイクール楽しみにしてます。ありがとうございます。えっ、ー、と、デジモンシリーズ。10月末に新作の、アドベンチャー2の新作ね。ああ、直撃世代でした。なるほど、なるほど。デジモンね。が、衰退の原因は、ですかね。まあ、衰退は、やっぱポケモンとデジモンの、元のコンテンツの持続性の問題なのかな。あと、やっぱ、たまごっち。 たまごっちとポケモンの間を行ってたっていう、まあメディアの特性もあったと思いますよ。本家たまごっちが自己革新を図ったのに対してデジモンはたまごっちほどの拡張性がなかったんじゃないかなっていうね、ゲームの方の問題があるのかもしれない。とは思ってます。という感じで、もう語っちゃったね。<laughs> でも、あの、デジモンは確かに。だからこの辺の、この辺のトイアニメっていうのかなコビアニメは気になってるところです。 はい。匿名の方ですね。はいはいはい。桜、えっ、ー、と、夏休み読書の収穫はいかがでしたかそうですね。いろいろ読んでますね。あのー、まあ普通にあれですよ。ニューメディアの言語文庫版とか読んでますね。はいはいはい。その中、えっ、ー、と、桜桃こ特集はいかがでしょうかああ、桜桃こ特集ね。なるほど。タイミングによってはいいかもしれないですね。うん。あの、あー、私のね、好きな歌の、 メディア化の時にやってもよかったね。なるほど。あとはね、もう一つ。エイペックスエイプスさん。なるほど。エイペックスやってる人ですね。おここ10年ほどアニメを見てなかったんですが、石岡さんの秘境のために、を今年に入ってからアニメを追う,追うようになりました。秘境のために見るのは不自由な気持ちますが、いや、そんなことないですよ。秘境超大事。私は、文系秘境やってないので、あと、文章力で、 弱せるっていうパワーがないので、あんまり批評家としては尊敬されてないんですが、看板から批評家を下ろすつもりはありません。はい。で、えっ、ー、と、アニメを大量に見るのは大変なんですけれども、モチベーションの意義の仕方はどうでしょうかそうね。私はね、呪術改善とかね、全然好きじゃないんだけど、見なきゃなぁと思って頑張ってみたりしますよ。<laughs> <laughs> ああ、そういう感じですね。 あとは何だろうな。えー、っと、旧ツイッターのスペースか何かで、快感原則、共感原則への疑義ね。共感性を重視する人がネットでは多くて、創作論とかでもね。それからずれるところについて何かご意見ありますでしょうかその通りね。これは簡単にましょう。ネットでは、考察。ネットの考察文化は、なぜ強いか。共感ベースで、あの、今年ね、突然、推しっていうキーワードが、 急速に有害ワードに転じてる最中じゃないですかこれはおそらく、あの、旧ジャニーズ問題もでかいと思うんですよね。要するに3次元の実際のアイドルやスターを推しにすることで、推しだから萌えじゃなくて大丈夫ですっていう、消費の建前が今年一気に決壊した年ですね。 でもね、考察文化は健在なんじゃないでしょうか。これはね、二次創作的な共感をベースに、そこをずらして広げることで、妄想と共感を形にすることは、批評と創作の両方やりやすいんですよ。 構造分析をして好きな推しキャラを、の、この構造の隙間を伸ばしていくぞっていう二次創作的な推しベースの、推し萌えベースの二次創作って、そのまま、そのまま作家になれるんですよね。そっから作家、一次創作の作家になった人多いでしょその時に共感ベースって強いんだと思うんですよ。から私はラブコメはサブカップ動物キャラとかそういうの好きだとね、 いや、それだけ、それでちょっと創作家ってなりにくいんですよね。<laughs> だ、私は創作家につながらない形で、見てきたことも、批評にとどまるっていう感じの、になりやすいベースかもしれませんね。はい。そんな感じでしょうか。というわけで、皆さんのお便りもお待ちしております。そしてね、えっ、ー、と、まあ、今回は、これでもサクッと済んだ方なんですけれども、えっ、ー、とですね、あの、まあ、大体、 無料タイムをこれぐらいで切らせていただきますが、もう一度ね、無料タイムで見てる人に、私のベストワーストの表を一覧さることで、タイトルだけ読み上げますね。で、これについて詳しく語っていくって形でやっていきたいと思います。まあ、呪術回戦と、えっ、ー、と、無色転生2ですね。あとは、えっ、ー、と、バンドリ迷子と、ダークジャザリング、アンデッドガール、マッダーファルス、えっ、ー、と、私の幸せな結婚、 えっと、境界線地ですね。あとは、ゾーン100、現実の良かねといったものあたりが、まあ、ベストアバーストあとは、こう、ちらっと、この辺こういう感じのものをですね、えっ、ー、と、有料タイムで語っていきたいと思いますし、秋の期待の新作なんかについてもですね、あの、できれば有料の方々とメッセージ、コメントなんかで語っていければと思いますので、まあ、よろしくお願いしますって感じでしょうかね。 というわけで、えっ、ー、と、これらについて残りの時間は有料タイムで語らせていただきたいと思います。ありがとうございました。では、来月はですね、まだテーマは決まってないんですけれども、えっ、ー、と、11月の、あの、こう、えっ、ー、と、最終、最終1週間前ぐらいを考えております。では、あの、今年どうやらインフルエンザ流行ってるようなのでね、あ私はもう予防接種受けました。ちょっとだるかったですね。 という感じで皆さんも、あの、流行病には注意してください。ではまた、物の玉、また方はありがとうございました。有用の方、これからもよろしく。そして、会員の入会も待ちとります。